皆さん、二重焼きとか大判焼きってあるじゃないですか。夫婦饅頭っていう言い方もありますかね。今回はそれをパンにしてみた大判焼き風パンですね。大判焼き風ってことは大判焼きではないってことなんですよ。単なるパンです。これがね、266キロカロリーということで、かなりカロリー抑えめになってますんで、まあ食べやすいかなというところでございます。これをですね、近くのドラッグストアウォンツっていうところにね、行って割引コーナーで4割引きのやつをね、買ってきたわけですよね。私の場合はね、カゴにね、割引の4割引き、2割引きって2種類があるんですけども、そればっかりを買うんで、まあだいぶ顔を覚えていただいたんじゃないかなと思います。私がいる限り割引商品が売り場に残ることはありません。ではいただきます。お、でかいぞこれね、中はね、クリームが入ってるそうなんですけどね。すごいクリーム濃厚でもやっぱりね、4割引きになるってことは日数経ってるわけですよ。工場で作って出荷して売り場で朝も昼も夜も売れずに、いろんな人がね、手に取っちゃ戻し、手に取っちゃ戻して、割引の時までね、居座ったわけですよ。それを私がゲットした。パンの生地とかもちもち感は確かに失われてるでしょうけど、まあ味にうるさくない私としては十分かなと。やっぱ4割引きというとね、なんか200円のパンでも、まあ140円ですか、まだか、120円か、そのぐらいになるわけですよ。およそ半額というね、この魅力にはね、勝てないですね。これはいいね。クリームパンだよ、単なるね。大判焼きの、全然大判焼きでも何でもないから、クリームパンだよ、これは。大判焼きの形にしただけ。でも、とっても美味しい。山崎さん、これは僕はね、いいですよ。おすすめ。グッド。